重要文化財。いやー美味しかったです。もう肉厚だったしプリップリだったしすごい脂っこかったので、あれそれは全然褒めてないな。13時43分発のやつに乗ります。で僕は今からヒルトン福岡のシーなんとかっていうところに行きます。はい、いや1時間ぐらいかかるんですけども、はい、まあ、あのバスで一直線なんでありがたいですね。博多来て何かする予定あるんですかっていう質問が多分出てくると思うんですけども、何をしたいとかっていう気持ちはあんまなくて、基本的にこうメントレだったりとかぼーっとしたりとかそういったことはやりたいんですけど、レンタカーしてどこどこに行ってどこどこに行ってこういろいろ巡ったりとかも、まあ、もちろんしたいですし、インスタ映えするスポットなんかを巡っていきたいと思ってますし、まあそれでもいいんですけど、今回はちょっとゆっくりさせてもらおうかなというふうに思ってます。本当は僕の立場としては明日会社なんです、休みなんてないんです、明日学校です、宿題があります、終わってません、大変ですっていう人の味方のポジションで基本的にやらせてもらってるんですけど、すいません、この動画は思いっきり夏休みを満喫する動画になっちゃいます。ちょっと待って待って待って、本当はあのこのバス空港からいろいろなところを回って僕の目的地のところに着くんです。だいたい1時間15分ぐらいかかるんですけど、今回もう本当に秘密の裏技を使ってもらって近道、あのかなり早く着くことになりました。わあかっこいい、かっこいい。さあフロントへ GO です。駐車場のご利用ございますか？ないです。チェックイン3時なんですけど、今3時よりも全然早いんです、30分ぐらい早いんですけど、お部屋が準備できているということで入れることになりました。ありがとうございます。カードをかざしの開けの、おお結構広い、結構広いじゃないですか。なんかこういった広々スペースがあるのはかなりポイント高いです。ちょっと仕事やっていきたいと思います。多分この状況で今のすごいワクワクして、先ほどのいいことが続いて、うわ福岡最高っていう気分の状態で仕事やったら絶対上がると思うんで、ちょっと仕事やっていきます。終わったー。で早速ルームツアーとか言ってやろうとも思ったんですけども、若干今ちょっと僕の頭がプスプスしているので、ちょっと休憩させてください。僕がぼーっとしても太陽を待ってくれないので、どんどん行動しちゃいましょう。で1階でここを右に曲がるとすぐ海岸に出られるそうなので行きましょう。すいません、全然知らないですね。でも曲かっこいいですね。で今回僕が利用させているホテルはこれです。窓は反対側なんですけど、部屋は反対側なんですけど、なんで眺めはこういうズドンとは、まあ、してないんですけどもね。いやー海だー、すいませんね、ない筋肉見つけちゃって。冷た。ああ。すごい生きた化石みたいなのがいますよ。
なんだあれ。あーでもやっぱすごい撮影はしやすいです。人通りがそんなに多いわけではないというか、全然人通りがないので、こういうおしゃれなところを歩きながらいくらでも自由に喋れるんで、やっぱいいっすねこういうところは。まあでも外ものすごい暑かったですし、中もやっぱ夏休みということで家族連れだったり、もう人がわんさかいてギャーってすごいことになってるので、盛り上がってるので、かなりなので、まあちょっと音がちょっと静かになりつつある。夜になったらまたあの館内を撮影、館内、まあホテルの中を探検しに行こうと思います。はい、まあ、あれから結構3時間ぐらいいろいろ考えたりぼーっとしたりしていて、あっという間に今午後の7時になりました。でだいぶ外も暗くなってきましたので、人もちょっと少なくはなってきたのかなというところで、またちょっと探検したいと思います。改めまして、ここがロビーというか受付ですね。うわかっこいい。でこっちがあのご飯食べるところです。今日じゃなくて明日ここでちょっとビュッフェを、夕飯ですね、いただきますね。シアラってところです。うわー、ここは何だろう。何でしょう。かっこよすぎません？かっこよすぎません？ここはいはい、すごいおしゃれですね。すごい幻想的です。でしかもこっちもまたすごいっす。うわー。でここを出て、はいと、ヤフオクドームです。もう試合はある程度終わってる感じですね。すいません、僕野球選手のことあんまよくわからないんですけど、南田陽子選手、ああ宝田明選手、うん、あ、でかっでかっ、植木仁志選手、ああ細い、三田村邦彦選手、わ指長っ。でまたヤフオクドームからこのシーホークのショッピングセンター、じゃなくてショッピングモール的なところに入っていきます。あ、なるほど。でここに出てくるということですね。あと5階にはプール、スパだったりフィットネスセンターってのがあるんですけど、これもちょっと有料の場合もあるようなので、まあ、もし使う時があったらその時シェアさせてもらいます。はい、ということで、もうちょっと館内はある程度終わったかなっていう感じがするので、じゃあ次は夜行きましょうか。夜の海に行きましょう、散歩しましょう。ライブは楽しいですよね。俺はうわーみたいな、まあ、ふわーのやり方がすごいダサかったですけど今。またさっきと違ってなんか若い人が増えました。すごくいい雰囲気です。あ、なんかここは海の家感が強いですね。わー、ここすごく雰囲気ですね。なんか楽しそう。しかも今気温が27度ぐらいで、ものすごい過ごしやすいので、今最高じゃないですかここ。あ、すごい楽しそう。インスタ映えを狙っていろんな写真撮ってますよ。おお、なるほど、そういう空間か。いいな、皆さん楽しそうにワイワイやっててすごく羨ましいです。ちょっと僕がアウェイ感を感じざるを得ないんですけども、おやすみなさーい。面白いですこれ。なんかここのなんていうんですか、このなんか鉄があるんですけど、この一本のところにまあなんか数式が書いてあるんですよ。でなんかずっとここまで数式が書いてあって、
溶けたんでしょうか、これは。めっちゃかっこいいですね。いや、やっぱ何とっても絵になりますね。まあ、でもちょっと日差しが出てきてしまったので、今からちょっとあのホテルに戻って仕事したいと思います。終わりました。いや、あれから結局4時間ぐらいこもって仕事をしていたので、気づいたらもう夕飯の時間になってしまいました。なので今から下に降りて夕飯を堪能したいと思います。いやー、楽しみ。頭の中が仕事モードなので、今から食事モードに切り替えていきます。はい、ありがとうございます。いろいろ取らせていただきます。あ、どうぞ。ありがとうございます。いえいえ、そんなもの。また数分後に始まるんですけど、今から食べるやつはこれです。パリ風チキンサラダ。うわ、美味しそう。美味しそう。全部美味しそう。はい、ちょっとなぜか今、貸し切り状態で撮影させてもらってます。ちなみに撮影許可はバンバン OK もらってるので大丈夫です。あ、これ美味しそう。おー、夏を感じる飾り。そしてめちゃくちゃでかいピッツァ。あ、コーンスープ、パンプキンスープ、ベーコンビッツとサワークリーム、チャイプを添えてと。うわ、絶対美味しいじゃないですかこれ。で、これカレーで、はい、まずは前菜からいただきます。まだ時間は5時半なので、焦らずゆっくりちびちびいただきます。魚、お肉系を持ってきました。これサーモンのお腹の部分ですね。一番美味しい部分、あの全部僕がちょっと独り占めさせていただきました。あとこれはステーキと焼き鳥と、あとお魚の揚げ物ですね。はい、このステーキめっちゃ柔らかいです。次に取ってきたのが、左から白菜キムチ、右がビビンバで、左下がだし巻き卵、右が鮭フレークです。おいしい。ありがとうございます。おいしい。お水とか大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。今でございます。なんか全部一つ一つ味はしっかりしてるんですけど、味が濃いわけではないんですよ。めちゃくちゃ上品です。続いてナゲットとイカのなんだっけ、でこれもちょっと忘れちゃいましたけど、であと肉団子です。うわ、肉団子うまっ。ちょっと待って、本当に全部美味しいんですけど。そしてケーキです。美味しそう。いいですね、いい感じでこう人も落ち着いてきました。よいしょ。食べた、お腹いっぱい。見てくれてるあなたに、あの美味しい味を伝えたいんですけど、ただ僕のボキャブラリーが全然なくて、美味しいとすごいとうまいしか言ってないですね。はい、いや、でも海でぼーっとしてる時に、実際に福岡の家賃相場いくらかなとか、あの引っ越し費用いくらぐらいかかるのかなみたいな、こうちょっと実際に計算してしまったので、いや本当に住みやすいし、住みたいし、美人多いし、美味しいしみたいな、
毎回落としどころが分かんなくなってしまうんですけども、まあこの辺で今回の動画は終了しようかなと思います。で、今回のお話がちょっとでも面白かったので参考になれました、まあ参考にはならないと思うんですけども、すっきりとした気分になれましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。で、次からはもう普通東京に戻っていつも通りの動画スタイルにまた戻りますので、はい、楽しみにしまお待ち楽しみにお待ちください。ということで今回もお動画をご覧いただきありがとうございました。